帰ろうか。限界じゃないですか。大丈夫大丈夫。ダメでした。やっぱり。父さん。ちゃんと足元見なさい。危ないな。ありがとう父さん。明かりもつけなさいよ。もとこさん、どうしてここに？え？ずっといたわよ。後ろに。あれユウたちじゃない？ダメよ、邪魔しちゃ。浴衣いいわね。私も久々に着ればよかったかしら。来年は一緒に買いに行こうか。あなたのサイズあるかしら。そうなんだ。ですか。会話聞かれてないよね。私の車で送っていくよ。疲れたろう。もう夜も遅いしね。父さん。どうした？足痛いか？ここを教えてくれてありがとう。花火すごく綺麗でした。そうか。それよりも二人も背負って大丈夫？大丈夫よ。この人若い時4人担げたんだから。え